でございますえー、お忍も今週末に控えてましてまあどうなることやら天気がね、えー、予報が悪かったんですけどえー、どうも降らへん方に修正されたのか雨マークがなくなったんでねまあその通りに行けばいいなと。<laughs> えー、でね、えー、この間のゲームの時にちょっと試したアイテムを紹介したいと思います。L 型ライトにカメラがついてる。実はね、す、え、で、ー、にちょっと仕様変更しました。ちゅうのは、えー、これ、まあどうやってまあ作ってるかね。まずは、えー、前外しと、 よいしょ。ね。こういう感じです、えー。加工前じゃないですけど、もう一個あります。えー、これ GoPro4 かな。GoPro4 の、えー、シーズンってやつかな。まあ、 スタンダードのサイズよりも多分ね、性能が劣るんだと思うんですけど、まあこう小ささに特化したやつでもう今は作ってないんじゃないですかね。えー、よく動画投稿し,してる、えー、ゲーマーの人はね、これを銃の、まあ、ハンドガードあたりにつけて自撮り用に使ってる人多いんですよね。僕もまあまあ自撮り用として買ったんですけど、 ええー、こないだゲームで使ってたときはね、高温系につけてました。ね。まあ、高温系につけて、こうすると、このね。まあ、やっぱりこのライトの照らす方からこう、撮りたい。ちょ、これ今、フィルターが入ってるな。よいしょ。ね。こういう状態で、ね、撮りたい。ところがですよ、これでやると、このね、 ライトのこの縁がすごく映り込んでしまって、要は広角のカメラなんでね、こう,こういういうに映るのにもう,こう、もろおるんで、めっちゃ邪魔なんですよね。で、まあ、ゲームの後半はね、それにちょっとなんとかその場でならんかなと思って、えー、このね、本来ならバルブが入る部分を抜いて、これネジが実は一緒なんですよね、フィルターのカバーのとこと。 なので、こうやって、ね。こうやって使ってました。でも、これでも映ります。映るというか、やっぱり画角が狭くなってしまいます。えー、ということは、もうレンズのこのサイドになんか物があるとダメなんだと。ね。こういう広角のアクションカメラを使うには。というわけで、えー、まあこれがね、まあ正直言って最終仕様。 かもわかんないですけどこうねまた改良するかもしれないですし、えー、もう横につけちゃいました横向けにしちゃいましたねまあどっちみち映すのはねまああとはあれやねこのクリップがあるんで例えばサスペンダーとかにね ここういういとこにつけて撮るっていうことを思うと賢くないですよね。でも例えば腰回りのこの辺にねベルトら辺につけるんやったらこう向けててもまあ前やったりなんやったらこうちょっとね目線はどうせ目線のカメラ使うと思うんでこう後ろ向けに撮ったりとかこれをリュックにつけたりとかちょっといろいろしやすいかもしれないですね。 それと今まではこう、自撮り用のカメラは、ええー、ね、クレもムあの、おもちゃに引っ付けてたんですけど、無駄にでかいんですよね。で、こう、持ってる時はね、さほどね、邪魔やないんですけども、あのー、足のブラブラ具合とね、こう、 使わへん時にこうバッグに入れたりとかね、まあある意味専用のね、クレームア用のバッグを持ってるんですけど、出し入れがめんどくさいね。いろいろこう、これなら、ちょっとクリアするんじゃないかなと。まあだいたいね、戦闘中にね、クレームアもたまま銃構えて戦ってるってだいぶおかしいですよね。まあ、ライトも、あの、夜でもないのにね、 ライト持ってもうほんまはおかしいですけどまあクレームは持ちながらやってるよりマシかなとまあただこう置いて撮影するっていう分にはクレームはもう良かったんかなとは思うんですけどあと置いて撮影するのにはこっちがもう実は賢くなかったんですよねこの間のゲームで使ってた時に思ったんですけどやっぱりこうゴロンと置いても完全に上向いてる もしくは完全に横向いてる。あんまりちゃんと映らないんですよね。でもこう、こうすることによってね、こう向けに置いたり、まあ、こう向けでも意外と置きやすいんで、カメラの向きは変わりますけどね、こう、映したい向きっていうのには意外といけるんじゃないかなと。まあ、それもテストですよね。えー まああとはねこの切りだ,だってこれ切り刻んだかいわねまあ無駄に切ってるとも思えるしまあ足らんとも思いますけどまあ部分的にはえー、ねデュータ電動の工具ですよねまあ、安物ですけど僕持ってるのはでちょっと穴開けてからやったりとかいろいろしたんですけど ほとんどね、えー、模型用のノコギリあのー、すごい薄い中屋さんのことじゃないですよ、えー、薄い、えー、刃のノコギリですよねプラモデルを加工したりとか切ったりとかするのに使うようなノコギリで切りましたそれと意外と切れましたあのー、これ結構固いんでこうまあ細かい まあ、ちょっと角を落としたりとかするヤスリも使うんですけどヤスリもなんか、うん、まあ僕の持ってるヤスリがモッサインかもしれないですけどヤスリもなかなか効かないですまあこのねよ最初っからねこの横向きにするんやったらなんかもうちょっとね、うん、カットする部分も変えれたかなとかねこの前のネジもちょっとのもうちょっと残してもよかったかなとかね まあまあ思わなくもないんですけど。まあこのね、いわゆるスイッチガードのついてるナムセン号のえライト使ってるんで、もう別にいいんじゃないかなと。そんなにね。あとはね、次やりたいのは、えー、モバイルバッテリーをね、ちっちゃいのをこの中に仕込んで、 なんとかこう電源供給をすれば丸1日これで撮影できるんじゃないかとまあそれもテストやね <laughs> 何分取れんのかあのよくある熱問題とかねそういうのがクリアするのかどうかあとはあれやなもう、これこうやってヘルメットにこうやってつけたら <laughs> それで目線カメラそれはやっぱあかんかな <laughs> そういうわけにはいかんかなまああとは頑張ってこうやってずっと持ってこれを目線カメラとして使うかよわねイベントの時のねカメラの使い方、まあ、悩みますねあれやなおしなむようにそれも用意しとかなあかんね なんかあんまりちゃんと用意して。まずいまずい。<laughs> もう日がないですよ。ね。というわけで、えー、新しい盗撮用じゃないですよ。ね。L 型ライト、ふうふう合体カメラです。ではでは。